はい、どうも陶芸家の青木亮太です。今日は天目茶碗の削り方をご紹介したいと思います。じゃあ行ってみましょう。最初に口に水をつけます。口がねこう平らだから、その時はシッタ使わなくていいから、その場合はこう直でろくろで、あとは祈るだけ。ワンツーワンツー、平面平面、もうちょっとな。はい、OK、くっつきました。使う道具はこれ、超硬カンナ。じゃあまずポイントとしては、中をちょろっと削って、その後に外の形を決めていきます。中ちょろっと削りの蓋で。天目茶碗はね、この高台の外の形がめちゃくちゃ重要で、まずここ形作っちゃいます。あとお茶碗っていうのは基本的にここの部分、高台とボディの部分、ボディの部分はもうほぼ削らないと思ってください。形作るのはこの高台の部分だけです。まず外の形をこう作って、でチェックするときは必ずこう横から見て、ここはねすごく慎重に、ここなんかあるな、土が跳ねてる、土硬いなここ。はい、まず第1回目、ここ綺麗なカーブができてるね、これいいね。で次ここね軽く触っちゃいます。あの土物の場合は一切触っちゃいけないんだけど、こう天目茶碗みたいなこうカチッとした場合は少しだけ皮を剥いてあげます。あ、ちょっとなんか飛びかんなしてんのこれ、ちょっと喋るのやめるのこれ、うん、まあこれで基本的なその天目茶碗の形はできるんだけど、こう青木バージョンっていうのは、次はここに段差をつけます。どこだろう、ここだろう、ここかな。このカンナの角度で全然違ってくるんだよね、この削り方が。これかっこいい高台のポイントで、段作ってからもう一度これチェックチェックチェック、高台を整えます。暴れてんなこの土、硬い部分が一つあるねこれ、まあ、それも優しく包み込んであげてフィニッシュで、これ高台ができました。今このとんがったやつでこう削っちゃうとめちゃくちゃ薄くなるんで、もう本当に作った時の気持ちを覚えておいて、どれくらいの土の厚みかって覚えておかないとすぐこれ貫通しちゃうから、ここすごく意識してやってください。これ結構ね100個くらい作んないと分かんないかもしれない。で外調整外調整外調整、ちょるちょる調整します。これいいんじゃない、これだいたい調整するときはこの丸ガンナ使って、でそれを消すときはこの長ガンナを使います。これでだいたい形ができました。では次はその外のフィニッシュで、このカミソリの刃スル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 っていってて、うん、めっちゃツルツルいいね。はい、ではまず外側が仕上がりました。外側の形めっちゃ綺麗でしょこれ。であと大事なのはここの口当たりの部分、ここは絶対に削らないようにしましょう。ここはね指の跡がねすごく気持ちいい、ここはもう削っていいよ。じゃあ次行きます。次中、まずここの幅、高台の幅、まず高台の幅を決めます。今こう平らだったやつをこれを刺して、今こう高台の幅を決める、はい、高台の幅決めるときはもちろんこの左手親指中心を押さえないと茶碗ぶっ飛んじゃうんで、でこの時はねまたろくろの速度も実は微妙に変えてんだよね。削りでギュッと押すと器がねつらいつらいって言うから、その時はちょっと緩めてあげてください。はい、今この状態です。溝ができたよね、こうでそれを次このちっちゃいカンナでこの中の山を削ってあげます。この時は左手で押さえなくていいです。なぜかというとこのカンナで器をギュッと押さえてるから。で次こういう土が溜まったら、削りの土がで
くんですけど、こう拭いたら散らかっちゃうし自分にもかかっちゃうんで、手をまず目の前に置いて少し隙間を置いてで拭くとなくなっちゃいます。はい、では中削りました。最後にこの高台のところを形作っていきます。まず平らにします。平らにしないと茶碗がねカタカタいっちゃうからね。4、3、2でいこうか。いいんじゃないこれ。これすげえな。最後にじゃーん、この木の枝を使ってサインを書きます。じゃあこれでサインを書いていきます。このはい、これで完成しました。ちょっと形見てみましょうか。じゃじゃじゃーん、天目茶碗。これ見てこれ、半端なくかっこいいよこれ。高台のここのライン、あと器のこのボディのこのライン、喋りすぎこれ。器っていうのはこれ見てこれ、内側膨らんでこんなのが切ったってとへこんで、もう曲線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 、つまりこの曲線が一つでも美しくなかったら美しくないんだよねこれ、っていうのがまあ器の基本になり、本当に一個でもダサかったらうわダサってなっちゃうんで、めちゃくちゃ意識して作ってみてください。じゃあまた会いましょう。タオツー、タオツー。